サボタージュはアメリカ合衆国のヒップホップグループビースティボーイズの楽曲1994年1月28日シングルとして発表された同年5月発売のアルバムイル・コミュニケーションに収録された2004年にローリングストーン氏によるローリングストーンの選ぶオールタイムグレーテストソング500で480位二千五年三月に9誌による 100グレイテストギタートラックスで46位、ニューヨーク市のケーブルテレビチャンネル VH1 による100グレイテストソングズオブザ 90S で19位、ピッチフォークメディアによるトップ200トラックスオブザ 90S で39位にそれぞれランク付けされている。ミュージックビデオはスパイク・ジョーンズが監督を務めており、1994年の MTV ビデオミュージックアワーズではビデオオブザイ,イヤー。 ブレイクスルービデオ、ベストダイレクションイン、エビデオなどの5つのカテゴリーにノミネートされるも、いずれも受賞はならなかった。ベストダイレクションイン、エビデオは REM のエブリバディハーツが受賞し、REM のマイケルスタイプが受賞スピーチをしている、最中に変装したビースティボーイズの MCA が乱入し、いずれの賞も受賞されなかったことに抗議した。 あとに2009年の MTV ビデオミュージックアワーズのベストビデオに選出される。ありがとうございます。